こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの一冊です。ウェブはグループで進化する。これはこの、タイトルの通りなんですが、このウェブっていうものが今では人を中心としたものに、作り直されていっているということが書かれていまして、まさに SNS などはその代表なのではないかなと思います。でこの中で人と人はどのようにつながっているのかということとか、どのようにつながればいいのかっていうようなことが書かれていまして、人間関係のさまざまなパターンなんかも、勉強になりました。でこの中でグループのこの規模感っていうものも書いてまして、例えば5人15人50人150人そして500人というようなことが書かれていまして、それぞれでこのつながり方が違うということが書かれていたので、じゃあどのようなグループ、どのような規模のグループを意図していくのかというようなことを考えるのにも非常に参考になりましたし、その関わり方などもさまざまなタイプがあるということで、これを一冊を読むことでグループというものを改めて考えるきっかけになりましたので、ご興味のある方はぜひ読んでみてください。